ベンガル大使はムガル帝国の東、インド、ベンガル地方の地方長官、つまり大使のことである。1880年にベンガル大使の称号は廃止され、1882年からはムルシダーバード大使となった。主婦はダッカ、ムルシダーバード、ムンガー。今日の国家がバングラデシュ、インド。ベンガル大使はベンガルのほか、ビハール。 オリッサの領州も管轄した。そのため、ベンガル、ビハール、オリッサの大使あるいは、ベンガル総督とも呼ばれる。ビハール、オリッサの領州に関しては、ベンガル大使が兼任する場合もあれば、別に大使が立てられる場合もあった。ベンガル大使の役職は、ムガル帝国のアクバルの治世、1576年に、ベンガル地方を支配していったベンガルスルターンアーガサを、 滅ぼすと共に設置された。それ以来、ベンガル大使は、ムガル帝国の一州を統治する、地方長官として、皇帝の任命のもと、ダッカを主婦にこの地を支配した。ムルシドクリーハーン18世紀初頭、ムガル帝国が衰退すると、ベンガル大使は、地方政権化した。地方政権の祖であるムルシドクリーハーンの経歴を見ると、彼はもともと、 イラン人貴族の奴隷だったが皇帝アウラングゼーブに歳入改善などの実績を認められ抜擢された人物だった。1690年代にベンガルに深刻な反乱が起きると1697年にアウラングゼーブは孫のアズイム・ウッシャーンを新たなベンガル大使とし、ムルシドクリー・ハーンを補佐役とした。その後1698年にアズイム・シャーンは 反乱を鎮圧すると、アウラングゼーブの息子ら同様、いずれ争われるだろう、定位を狙うようになり、彼はベンガルにおいて様々手段で不正蓄財を企てるようになった。そのため、清廉潔白なムルシドクリーハーンは、大衆の不正蓄財をやめさせるべく苦慮することとなり、1700年頃からベンガルにおいて改革を行った。彼はベンガルにおける余剰金を 他の地方に回させないようにしたり、古いザミーンダールを信仰の自作能に変えたり、期限内に徴税、納税できないザミーンダールを厳罰に処し、逆に義務を果たすザミーンダールを優遇したりした。そのうち、ムルシド・クリーハーンの方が政治的手腕に優れていることがわかり、アウラング税部の了承を得て彼がベンガルを取り仕切るようになった。また、 1704年には、ベンガルの行政府があったダッカから、ムルシダーバードへと戦としている。1712年、皇帝バハードルシャー一世の死後、その次男であったアズイームシャーンは、後位継承戦争で戦いに敗れて殺害された。戦争後、皇帝となったジャハアンダールシャーは悪性により、人望を失い、アズイームシャーンの維持、ファルフシアルは、 ジャハンダール・シャーを撃つためベンガルを出陣し、1713年にジャハンダール・シャーを撃ち皇帝となった。1717 17年、ムルシドクリー・ハーンは皇帝、ファルフシアルより正式にベンガル大使に任命された。しかし、同年にファルフシアルはイギリス東インド会社に対し、ベンガルにおける関税の免除特権を与える勅令を出し、これは後に、 地方政権との間で大きな問題となった。この時与えられた免除特権では、イギリス東インド会社は、関税なしで自由に物産を輸出入することができ、こうした物産の移動に対するスタックと呼ばれる自由通貫権する権利も与えられていた。この免除特権は、対処の税収の減少を意味し、また自由通貫権を発行する権利は、会社社員が、 死亡液の税を免除するのに利用され、以降大衆らとの摩擦につながった。1724年、ムガル帝国の最初はアサ・フジャーが、デカンのハイダラーバードで独立し、アワド大衆のサーバとアリー・ハーンも、アワドで独立して、王朝を樹立するなど、ムガル帝国の広大な領土の解体は徐々に進んでいった。1727年6月30日、 ムルシドクリーハーンが死ぬと、指名を受けていた孫のサルファラーズハーンが大衆位を継承した。だが、その父で、娘婿、シュジャーウッディーン・ムハンマド・ハーンはこれに反対し、翌月に大衆位を譲らせた。同年、シュジャーウッディーン・ムハンマド・ハーンは、先代が律儀に帝国へ払っていたベンガル地方の税収の納入を拒否し、ベンガルは実質的に独立して、 世襲王朝となった。ベンガルの独立は、ムガル帝国に打撃を与え、この豊かなベンガルからの収入が途絶えた帝国は、ますます財政難となった。アリーバルディ・ハーン1739年8月26日、シュジャー・ウッディーン・ムハンマド・ハーンが死ぬと、その息子、サルファラーズ・ハーンが新たな大使となった。だが、父の副官だったアリーバルディ・ハーンは、大使を狙うようになり、 1740年3月に反旗を翻した。同年4月26日、サルファラーズ・ハーンとアリー・バルディ・ハーンの両軍は、ベンガル地方の小村、ギリアーで激突した。だが、サルファラーズ・ハーンは、武将アーラムチャンド裏切られて破れ、殺されてしまった。その後、アリー・バルディ・ハーンは、ムガル帝国の皇帝ムハンマドシャーにより、新たなベンガル大使に任命された。 1741年3月、大使アリーバルディ・ハーンは、攻め込んできた隣国オリッサに勝ち、その領土を奪った。だが、敗れたオリッサ大使のルスタム・ジャングはこれに対し、マラーター同盟のボーンスレーケに援助を求めた。これによりマラーターは、ベンガルへと侵攻し、豊かなこの地方の物資を略奪し始めたが、アリーバルディ・ハーンは、初期の侵攻は、なんとか食い止めた。だが、 マラーターは、このベンガル略奪に味を占め、ベンガルそのものが滅ばない程度に、毎年ベンガルのあらゆる場所へ、何度も何度も略奪を繰り返すようになった。その後、1751年5月、ベンガル大使アリー・バルディ・ハームは、マラーターと講和し、10年にも及ぶ略奪に終止。17世紀後半以降、イギリスとフランスは、インド各地に拠点を築き、そのうちの一つであったベンガルでは、 18世紀になると、それぞれの拠点で睨み合っていた。特にイギリスは、マラーターの襲撃に乗じ、その最中に、ウィリアム要塞の強化に乗り出した。しかし、アディーバルディ・ファーンはイギリスなど、ヨーロッパ諸国の貿易活動によって、ベンガルの経済が支えられていることを知っており、ベンガルにこれ以上要塞を建設しないことを条件に、これらの貿易活動を認めていた。彼はまた、 衰退の一途たどっていたムガル帝国がもはや、イギリス、フランスを強制するだけの力がないことを理解していた。シラージュ・ウッタウラ1756年4月1日、アリー・バルディ・ハーンが死亡したことにより、孫のシラージュ・ウッタウラが大衆位を継承した。だが、その継承をめぐって、深刻な後継者争いが起きた。即位後、シラージュ・ウッタウラは、 自分に敵対するガシティ・ベイグムに味方した落下市長夫妻ンクリー・ハーンを殺害した。ガシティ・ベイグムは公認の市長にラージャ・ラージ、バラフを任命したため、シラージュ・ウッタウラは、ラージャ・ラージ、バラフが公金を横領したとして、その邸宅を抑え彼を逮捕したが、息子のクリシュナ・ダースは、イギリスのカルカッタに逃げ込んだ。その際、シラージュ・ウッタウラは、フランスに対抗するため、 イギリスが言ってきたカルカッタのウィリアム要塞の強化増築に不服であり、イギリス東インド会社の職員が言ってきた勝手な首貿益はベンワル経済に大きな打撃を与えていると抗議し、イギリスに対して直ちにこれらの中止をイギリスに要求した。1717 17年の直令に関しては、ムルシド・クリー・ハーンからアリー・バルディ・ハーンまで全ての大使がイギリスの解釈に異議を。だが、 イギリスはシラージュ・ウッタウラの死者を追い返して、その要求を無視して、これらを続行したばかりか、クリシュナダースの引き渡しも拒否した。同年5月、シラージュ・ウッタウラは、敵対者であるいとこシャウカとジャングの討伐のため、進軍中だったが、その道中に、このイギリスの返答を聞き激怒し、イギリス人をベンガルから追い出すことを決定した。同年6月、シラージュ・ウッタウラは、 フランスの指示を受けて、カルカッタを攻め、ウィリアム要塞を包囲し、6月19日に占領した。その夜に、イギリス兵捕虜146名が、ウィリアム要塞内の、ブラックホールと名付けられた、小さな牢獄に収容され、結果123名が窒息死する事件が起こった。これは、シラージュ・ウッタウラの部下が、ウィリアム要塞やこの牢獄を知らなかったから経ったことで、あり。 必ずしも計画して行われたものではないが、イギリス人は、ブラックホール事件、ブラックホールの悲劇として語り継いだ。その後、シラージュー・タウラは、イギリスの工場を破壊し、モスクを建て、カルカッタを、アリーナガルと解明した。さらに、同年10月半ば、シラージュー・タウラは、勢いに乗じ、いとこシャウカとジャングの軍を戦闘で破り殺害した。 シラージュータウラは一連の勝利でその威信を高めたが、従来にも増して、さらに傲慢になり、宮廷では、その打倒の陰謀が企てられた。彼らは、シラージュータウラから軍総司令官、ミール・ジャー・ファルエト大使を変えるため、イギリスと結んで計画を進め。ところが、同年12月半ば、イギリスの軍司令官、ロバート・クライブがマドラスに到着した。 1757年1月2日に彼はカルカッタを奪還しシラージュ・ウッタウラに対して戦線を布告した。同年2月シラージュ・ウッタウラはイギリスとフーグリーで和平交渉を始めたが決着がつかずクライブは和平交渉の印象を残し宿舎に帰った。だがクライブはベンガル軍に対しや衆をかけ不意をつかれたシラージュ・ウッタウラの軍勢は 大混乱の後試算した。この時、イギリスと内通していたミエル・ジャーファルラ側近がシラージュ・ウッタウラに対して、講和を強く進め、彼は急戦協定に調印した。また、同年3月イギリスは、フランスのベンガルにおける拠点シャンデル・ナゴルに対し、猛攻を加え、耐えきれなくなったフランスは降伏し、フランスはベンガルにおける重要な拠点を失った。だが、 シラージュッタウラは彼の元に逃亡したフランス人を保護し、イギリスの引き渡し要求に応じなかったため再び対立が生じた。プラッシーの戦いの後、ロバート・クライブと面会するミール・ジャーファル一方、6月4日、イギリスは内通していたミール・ジャーファルとの間に条約を結び、シラージュッタウラ打倒後の大衆院を約束された。その条約では、 シラージュータウラの軽かった攻撃で被った損害の賠償として千万ルピーの支払い、軽かったの南カールピーまでの地が、イギリスのザミンダーリーに置かれ、他のザミンダールと同様の方法でその租税を大衆に納入することなどが定められた。シラージュータウラはその頃になって、ようやく自分の周りを取り巻く陰謀に気づき、ミールジャーファルに懸念を伝えに行ったが、ミールジャーファルはうまくごまかしたため、 共に、軽かった近郊のプラッシーへと向かった。6月23日、シラージュ・ウッタウラ率いる大軍は、ロバート・クライブの率いる、少数の軍勢とプラッシーで激突した。だが、軍勢の大部分を率いていたミール・ジャーファルは、イギリスとの条約で非協力を約束していたため、戦いを傍観するだけであった。シラージュ・ウッタウラは、戦いに敗れて逃げ、ミール・ジャーファルは、 公然とクライブと合流し、勝利の祝意を述べた。そして、同月末、ミール・ジャーファルは、ムルシダーバードに入場し、新たなベンガル大使となった。一方、シラー・ジュー・タウラは逃げ切れずに捕らえられ、7月4日に殺害され、その遺体は、首都、ムルシダーバードへと運ばれた。ミール・ジャーファル・プラッシーの戦いの後、ミール・ジャーファルは新大使となったが、 同時に事前に結ばれていた条約が発行した。彼はイギリス東インド会社に約束されていた地域のザミンダーリーを与えたほか、2250万ルピー、会社役員には580万ルピーを支払うこととなったが、その他にもクライブをはじめ会社職員が贈り物や賄賂を要求したため、支払いは結果的に3000万ルピーを超えるものとなった。また、イギリスに ベンガル、ビハール、オリッサにおける自由公益権を与え、死亡益での関税を無税にした。この支払いは、ベンガルの財政を破綻させ、ミール・ジャーファルは、支払いのためザ・ミーン・ダールから容赦なく、取り立て、彼らからは、犯行を受けることとなり、一部はイギリスに保護を求める、ありさまだった。そのため、やりきれなくなったミール・ジャーファルは、酒やハーレムひたりとなり、 ついには麻薬まで手を出すようになった。このベンガルの状況に対し、1760年にマラーターがベンガル領内に侵攻してきたが、ミールジャーファルの要請で出動したイギリス軍によって追い払われ、またカシン・ハーディム・フサインが反乱を起こしたが、これもイギリスによって違圧された。もはやベンガルはイギリスの援助なしではツ日として存続できないようになっていた。同年、 ベンガル知事となっていたクライブは帰国し、新たにヘンリー・バンシュタートが引き継いだ。彼はミール・ジャーファルに巨額の支払いを続ける代わりにチッタゴンの収穫権をイギリス東インド会社に授与するよう提案したが、彼は同意しなかった。そこでバンシュタートは首都ムルシダー・アダーバードの宮殿にいたミール・ジャーファルに退位を迫ったが、彼はガとして受け入れようとしなかった。だが、 交渉が行われている間に、ベンガル軍が反乱を起こしたため、3月にミール・ジャーファルは退尉を余儀なくされた。ミール・カーシム同月、イギリスはミール・ジャーファルの公認として、ミール・ジャーファルの娘婿であるミール・カーシムを新たなベンガル大主に任命した。このミール・カーシムという人物は、才覚と強い意志を持つ人物であった。以前からギフ・ミール・ジャーファルの政治を補佐しており、 その在任中に頻発した反乱をなだめて鎮圧するなど、イギリス側からも注目されていた人物でもあった。だが、ミール・カーシムも、自分をベンガル大使に擁立する代償にイギリスと秘密協定を交わしており、ジッタゴン、ミドナープル、バルダマンの収穫権を授与することのほか、バンした後に50万ルピー、イギリス東インド会社の交換に175万ルピー、 イギリス東インド会社に150万ルピー合わせて総額325万ルピーの支払いを約束していた。そのため、ミール・カーシムは様々な名目でその費用をザミーンダールから徴収し、支払わないものは財産を没収するなど強権的な態度に出たが、長年徴収されてばかりいたザミーンダールらの反感を買い、一部のザミーンダールは反乱まで起こした。こうなると、 ミール・カーシムがだんだんとイギリスの支配から独立したいと思うようになるのも無理はなかった。彼はヨーロッパ人の軍事教官を雇い入れ、兵器も最新のものにするなど、ベンガル軍の改革に乗り出した。首都、ムルシダーバードからビファールのムンガーに移転し、イギリスから軍の強化を悟られないようにした。さらに、ミール・カーシムはベンガル軍の改革の成果を見るため、 国境を接する隣国ネパールに密かに侵攻した。一応、ネパール軍を破ったが、ゲリラの抵抗が強く領土を保持できず、占領地からは撤退した。無論、これら一連の出来事は、ミール・カーシムとイギリスとの関係を悪化させた。また、問題となっていたのはこれだけではなく、1717 17年の、 直例に基づいて行われていたイギリス東インド会社社員による死亡益の関税も問題であった。1717 17年にイギリスが皇帝ファルフシアルから与えられたベンガルにおける関税の免除特権は船によって国に輸入されもしくは国から輸出される品物について会社の封印のある許可状を提示したもののみ関税を免除されるというものだった。だが イギリス東インド会社の職員は、プラッシーの戦い以降、直挙の内容を勝手に広く解釈し、彼らは、すべての死亡益と、広範な品物の取引が無税であると主張するようになったため、1761年12月に見る、カーシムは、イギリス東インド会社の社員によるすべて死亡益について、その税を支払う、要イギリス東インド会社へと通達した。しかし、 イギリス東インド会社の交換も私貿易を行っており、ベンガル側の人間も賄賂を受け取り見逃したためほとんど効果がなかった。また、1762年にミール・カーシムはイギリスが様々な方法でベンガルの人々を苦しめていることをイギリスのインド人代理に不正があったことを合わせてイギリスに抗議した。例えば、地元商人にイギリスの商品を扱わせなかったり、 イギリスが、徴税権を持つ土地において、地元農民から農作物を4分の1の値段で、強制的に買い上げたりする代わり、自分たちからは高く買わせ、違反者に厳しい対応を取るというものであった。だが、イギリス側はこれらの要求を無視し続けたため、ミール・カーシムとイギリスの関係はさらに悪化した。百六十三年二月、ミール・カーシムは、関税問題の解決策として、 地元商人だけが不利にならぬよう、すべての商品関税を無税にさせる措置を取ったが、イギリスは大衆に対して、特権を守るようにと猛反対した。この後、両者は折り合いがつかなくなったため、同年7月初めに、イギリス側はミール・カーシムを廃位し、全大衆ミール・ジャーファルの再任を決定した。この決定に対し、ミール・カーシムはついにイギリスの応募への怒りが爆発し、 彼は、イギリスとの戦争を決意した。だが、ミール・カーシムは度重なる味方の裏切りにあって敗れ、同年10月末に、イギリス軍は、パトナに攻めてきた際、戦意を失っていた。彼は、アワド大使のシュジャー・ウッタウラの保護を受けるために、アワドへと逃げた。ナジュム・ティーム・アリー・ハーン・ミール・カーシムは、アワド大使、シュジャー・ウッタウラの保護を受け、元の状態に戻れるよう援助を約束され、 同様に、シジャーウッタウラに保護されていたムガル帝国の皇帝者アー,アーラム2世とも合流した。三者はまずミール・カーシムのためにベンガルを取り戻すことを決定し、1764年10月23日、三者、連合軍はビファールとアワドの宗教にあるブクサールでイギリス軍7000と開戦したが、この戦いは1日で終結し、結果はイギリスの圧勝であった。 1765年2月、ミール・ジャーファルが死亡し、その息子、ナジュムッティーム・マリー・ハーンが大衆院を継承した。だが、イギリスは、その継承を認める代わり、ベンガル、ビハール、オリッサ3州の行政権に関してはイギリスが自由に、任免できる、副大衆が行うこととした。その後、同年8月16日に、ブックサールの戦いの講和条約、 アラー・ハーバード条約が締結され、イギリスは、このアラー・ハーバード条約により、ムガル皇帝からベンガル、ビハール、オリッサ3州のディーワーニーを獲得した。イギリスがこの条約で獲得した3州のディーワーニーの存在は大きく、これは3州を割譲されたわけではなかったが、イギリスが帝国の州財務長官としての所税の徴収、支出の職務、 権限を皇帝により認められたということである。イギリスにディーワーニーを与えたということは、事実上この三州の領有を許したも同然であった。また、イギリスは行政権を通して司法権を行使することも可能であったが、ベンガル大使が存続していたため、これらの地域は二重統治となった。とはいえ、形式的には、ベンガル大使の領土はムガル帝国領だったものの、 実質的にはイギリスに管理され、皇帝も大使も行政に関しては、関与できなくなった。9月30日、ナジュム・ティン・アリー・ハーンは、アラー・ハーバード条約を受けて、イギリスに、ベンガル、ビハール、オリッサの3州のディー,ワーニーを授与した。ディー,ワーニーがイギリスに与えられたことで、ベンガル大使は、租税収入がなくなり、イギリスの下で、年金受給者化し、 ベンガル大使は年額540万ルピーを内定費としてあてがわれた。イギリスは最初は間接統治を行い、ベンガルとビーハール、オリッサにはインド人の代理 D1 を配置してオサム祖剣を行使した。その理由はまたベンガルという不安定な政治に関わることで貿易活動で生み出される巨額の利益を失いことを恐れたからであった。だが、 調税業務を行う大衆の役人への不信感、そして新たな戦争を行うため莫大な資金を必要とした。そのため、1772年5月14日に、ベンガル知事ウォーレンヘイスティングスはディーニーを受諾し、自ら調税業務を行うことにし、同時に行政、司法も直接統治に移行されることとなった。ここに、ベンガル大使の領有権は事実上失われ、 ベンガルの植民地化は決定した。またこの時、代代わりの土に減額されていた大衆への内定費は160万、ルピーへと固定された。1793年9月10日、ベンガル大衆が保持していたベンガル、ビハール、オリッサの名目上の統治権がイギリスに接収された。これにより、ベンガル大衆は単なる有名無実の肩書きとなり、完全に、 イギリスの年金生活者と化した。マンスール・アリー・ハーンその後、1858年にインド大反乱でムガル帝国が滅亡した後も、名目的ながらもベンガル大使は存続していた。1880年11月、大使マンスール・アリー・ハーンは退位する際、ベンガル大使の名称を放棄しなければならなかった。これは、彼が浪費で、イギリスに莫大な借金をしており、 それを帳消しにするためでもあった。なお、この際に、イギリスからの年額160万ルーピーの年金は、廃止され、宝石など、財産も処分しなければならなかった。1882年2月、マンスール・アリー・ハーンの息子で課長になっていたハサン・アリー、ミール・ザー・ハーンは、ベンガル大主に代わる称号として、ムルシダーバード大主の称号を採用した。その後、 1891年3月21日に、この称号はイギリスにも認められた。1947年8月15日、インドパキスタン分離独立の際、ムルシダーバード区域は西パキスタンに割り当てられ、パキスタンの旗が大主の宮殿ハザール・ダウリー宮殿に掲げられた。だが、2日後の17日にインドは、パキスタンとムルシダーバードとカルナーを交換し、 ムルシダーバード区域はインドに並行され、同時にインドの国旗が掲げられた。こうしてベンガルのナワーブ王朝はその歴史に幕を閉じた。ありがとうございます。